ートしました 4km 個人4列競争予選です。でホームチームサイクルクラス山口忠之、そしてバックデュプロ全場明です。最初の1周差ホームの方が若干スプリット早いか23秒169と23秒755。さあ最初の500になります。40秒391と41秒609。さあ若干風が出てきたがホーム側若干速い山口忠之。さあホーム1秒ほどリード、1秒2秒ほどリードという状況が続いているが1秒半ほど、現在のところホーム山内忠之が先行で前半。さあ1キロのスプリット15秒、 1分15秒と、そして1分17秒あたりで回ってきた。さあここから2キロ3キロと向かっていくところ現在アベレージスピード大体ホーム側で時速48キロ程度のスピードにまで上げてきました。さあホーム2秒ほどのリード変わらず、現在リード山口忠之、そして全場明が追っています。さあ今ホームストレッチの方を通過しています。デュプロ全場明、昨年度のこの全日本実業団大会では6位に入賞しています。さあ2分11秒今通過、そして2分13秒2秒の先行変わらず、現在リードはチームサイクルクラス山口忠之。さあこれで2キロのスプリット、先ほどと同じペースでいきますと2分30秒というところですが、さあどうだ。2分30秒あたりで回ってきた。先ほどとほぼ同じペースで回っている。そして順番明けが2分32秒のスプリット。さあここから5分を4キロで切ってこようということになってきますと、次の3キロの入りのところ3分40秒前半を狙っていきたいところです。さあ2秒の現在のところ2秒程度の先行変わらずというところ、序盤から全く同じような展開続いています。後半に向かって、中盤から後半に向かっていくところ、時計は3分を回ってきました。さあ少し全部明戻してくるか、その差は1秒になってくる。前半飛ばした少し感があるか山口忠之、ここが踏ん張りどころ。3分28秒で回ってきた。そして3分29秒まもなく3キロのスプリットになるところ、少しタイム的には3キロに入るところ苦しくなってきた山口忠之、イーブンペースで行こうとしますと3分45秒程度ですが、3分48秒現在回って、そして3分49秒の前半というところ、少し全場明が詰めてきた。残り1キロに入っています。さあこのペースでいきますと、この同じイーブンで帰ってきて大体5分6秒あるいは7秒というところ。8秒9。さあ後半に向かって全場明が少しタイムギャップを戻してくるようなそんな形になっていますが、さあ両者ほぼ並んでいるコンマ5秒差ぐらい、現在山口忠之若干のリードではありますが、その差はコンマ5秒。さあラストに向かって間もなく残り1周になるところだ。4km 個人の熱競争男子予選、残りさあ仕組みが1周に入っています。スプリットは4分47秒と48秒、山口忠之若干戻してきた、さあそして少し差が空いているが、全場明ここから残り、半周になってくるところ、125メートルの攻防だ。今5分を回ってきた。
さあ5分5秒台来るかどうだ、間もなくフィニッシュになるが5分5秒723、そして5分6秒816、ホーム側山口智之5分5秒723、5分5秒723、バック善田明5分6秒816、5分6秒816です。